カール・ハンス・ハンセンによるゴットロブ・ロファンの肖像画、カール・ゴットロー・プラフンは、デンマークの啓蒙学者、役人である。美貌に裁判官の息子に生まれた。コッペンハーゲン大学で、医学と植物学を学んだが、獣医学に転じ、ピーター・クリスチャン・アビルドゲイヤードと共に、コッペンハーゲンの獣医学校で学んだ。獣医の資格を取らず、農務省の技官になった。 彼の指導の下で新設されたアクアビット王立上流所の所長なども含む多くのポストを務めた。1908年、コッペンハーゲンにて39歳の生涯を終えた。科学の広い分野で執筆活動を行い、ヨハン・ビューローのデンマークの植物経済学の論文コンクールではデンマークの植物に関する創設を応募し2位に入賞した。 植物生理学の教科書、新しい物理学、科学に基づく植物生理学を執筆し、これはスウェーデン語やドイツ語に翻訳された。デンマーク語の教科書としては1892年にビルヘルム・ヨハンセンの著書が出版されるまで唯一のものだった。1800年には動物の島民に関する論文を執筆した。1794年には 歴史からの蘇生法に関する著作を執筆し高く評価された。1798年にデンマーク王立科学文学アカデミーの会員に選ばれた。林道家建タリウム属のためベニバナセンブリセネトリアムエリスレアロファンを記載した。ロファンは植物の学名で命名者を示す場合にカールゴットロープラフンを示すのに使われる。ありがとうございます。